おはようございます。釣り子 TV です。この小包の中に、待ちに待ったあのルアーが入っています。ねえ、早速開けていきたいと思いますよ。どうやって開けようかな。切っちゃおうかな。何のルアーでしょうか。ねえ。いやー、もうね、これ、ぐらいに届くのかな、非常に楽しみだったんですが、はい、まずはこんな感じの白い箱に入ってますね。で、これを開けると、よいしょ、じゃんじゃんじゃん、うわー、来たー、ねえ、尻尾が入ってる。はいはいはい。ねえ、これは今年のデプスのウェブメンバーに入ると特典でついてくるね、スペシャルルアー、フィートキラーですね。うん、これね、そう、スイートじゃないんですね、フィートね、フィートキラーですね。ディズニーランドっていうか、ディズニーランドっていうかっていうね、そういう、違いかなと思うんですけど、そうっていうのは、スイートキラーで調べてたんですよね。 Google で検索してたら出てこなくて、あれあれ、でもデプスのあのルアーってスイートキラーだよな、スイートキラーなんてずっとやっててね、出てこなくてね、よくよく調べたらスウィートキラーね、ウに小さいイがついて、まあいいや、そんなことはってことで、まあ、とにかく届きましたんで、早速どんなルアーかね、見ていきたいと思います。パッケージはね、こんな感じのパッケージに入って、届きますってこと。これが特典で届くってすごくないですか。ちょっとね、もう大盤振る舞いですよね。その他に今会員限定のね、コンテンツがいっぱいあって、で、こういうルアーももらえてってことでね、お得なところしかないですね。はい、ちょっと来ちゃいますね。はい、まずね、こんな状態で入っていて、で、付属のね、この中にリップとテールが入ってますね。じゃあこれを開けて、リップとテールが入っております。じゃあ早速なんで、もう装着していっちゃいますか。ここですよね、この後ろのところに手針を差し中入れて、カチャッと、はい、はまりましたね。結構張りのあるね、で、薄いこんな感じのね、テールが装着していて、で、リップのところはこうなってるんで、表裏、多分このちょっとパンツみたいなポッコリがあるのが後ろになるでしょうね。これがホクロだとすると、こっちですね、はい、カチャンとなって装着完了ね。おー、こういう感じですね。結構リップ薄めですね。うん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 、こんな感じのリップがついていて、じゃあ、そんでここの針をちょっと解除しますかね。はい、じゃじゃーん、あー、やっと届いた。色まずかっこいいですね。このプロブルーみたいな感じのね、すごい淡いね、綺麗な色が塗られていて、で、このテールのところには視認性が良くなりそうなね、この黄色いね、やつ、こういう色が入ってるんで、デプスの動画とかで見ても、水面直下でこれをクイックイって動かしてても、このね、色でね、すごい視認性がいいなね。で、頭はまあこうちょっとリップがあって刺さり気味でね、泳いでいく感じに見えたんで、ここのところにこの色がね、こうやって塗装されているから、このルアーの位置がね、視認しやすいっていうね、非常に
優れたカラーリングね。でこんな感じですね。いやまあサイズ感がね本当絶妙で、なんだろう、よく釣れそうな大きさだなっていうね。そんなまあビッグベイトってほど大きくなく、大きなクランクベイトっていうね、そういう感じのサイズ感じゃないかなっていうところで、でこんな感じですね。で針はね、最初からこれはフッ素加工の非常に刺さりのいい針がついてくれているね。おまけって考えたらとんでもなくやっぱ贅沢な感じのルアーですよね。でウェブメンバーじゃないと手に入らないっていうところなんかもね、こうちょっとレアな感じのもの好きにはたまらない要素じゃないかなってね。で、こういうルアーが活躍するところね、まあいろいろあると思うんですけども、見ているとサイレントキラーなんかよりゆっくり巻けるよっていうね、ただ巻きの映像と、あとは最近流行りのこうクイッ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 と、ね、デジ巻きとかしたりとか、ロッドティップでアクションしたりして、こうね、水中で頭を振りながらできるだけその移動距離を抑えて、一箇所からこうネチネチとね、なんだけどもこう進んでくるから比較的広範囲を探ることができる、あの釣り方ですよね。ああいう釣り方にすごいねベストマッチな、ルアーっていう感じでね、動画なんかで見てたんですけども、いよいよね使うことができますよね。まあ、この手の形なんで、もちろんそうですね、シーバスなんかでもいいんじゃないかなっていうのと、あとは房総のリザーバーとかね、そういうところでも効くんじゃないかなとか、もう非常にね使う前からね、期待が膨らむルアーではあるんですけども、これね、SNS なんかでいろいろ情報が出てきていて、なんか最初はやっぱこれですよね、これサイレントキラーの145、これはね被膜を覆ったルアーなんですけども、この被膜を取った状態はどうかしらっていうところで、そこからいろいろね、ウェイトの位置であるとか、まあ形自体ね、まあリップなんかも全然違いますけども、いろいろ調整を繰り返して、このルアーにね、そうウェイトキラーに進化したっていうことですよね。まあこれもせっかくなんですけど、これまだ買ったっきりね開けてなかったんで、ちょっと開けてどんな感じかな見ていきたいと思いますけども、ね、これはもう大人気サイレントキラーの、145ですよね。これをまあここをちょっとね、可動域を広げるために切ったりして、でこうウェイト調整してクイックイックイックイね動かす、こういう釣り方が関東の、まあ、霞ヶ浦水系とかで非常に流行っていたりするんですけども、まあ被膜があるんで、こちらはどちらかっていうと、まあ、サイレントキラー独特のちょっとぬるっとした動きになってくるかと思うんですけども、それをこう被膜を取って、で、ちょっと微妙に調整して、ことによって、その使い方をさらに、ね、この程度の形なんかも全然違いますよね。出しやすくするっていうね、こういうことでいいんじゃないかなと思うんですが、まあ、霞水系に限らず、本当は使ってみたいところで言うと、これとかね、結構ね、本当亀山ダムなんかでも非常にね、釣れて人気のルアーなんですよね。ニジマス放流なんていうのがあったりすると、その後にね、いろんなところで、まあ主に川の、ちょっと上の方にそういった放流されたニジマスが、定位した時なんかに爆発的なね、破壊力が出たりするっていうね、そういうルアーなんですけども、そこの選択肢でサイズ感的にもね、こういうのもね、今後は投げれるようになってくるのでね、被膜がついていない分、比較的クイックイッとね、なんとキビキビしたアクションが出せるんじゃないかなっていう
ので、まあここら辺と自分結構この上のサイズを投げることが多いんですけども、この14号もね持ってるんでね、まあ、これはちょっと今開封したばっかりですけど、これを使ったりするような状況の味変でこっちをね、入れてみたりってね、そういう使い方なんかしてみたいなと思って、これがまあ今年はね一番最初の入会してくれてありがとうでついてくるルアーなんですけども、今後まあこれのカラー展開なんかもね来年度とかね選んで買えるようになったりしたら、これは素敵なことだなということで、でそのデプスのウェブメンバーね、本当ね入会金ね確か2000とか結構自動更新っていうか、まあ、次年度も更新しますってね、どんどん更新しちゃってる、確かね2000円前後だったと思うんですけども、それで入会したらまずこういった入会特典のルアーが、送られてきて、で、SNS でその投稿するコンテンツがあったりとか、そのメンバーだけの古城イベントに参加したりとか、あと自分なんかねこういうルアー大好き人間なんで、ウェブメンバーになっていると、買うことができるよっていうね、例えば釣り竿であるとか、そのルアーであるとか、はたまたね、もう間もなく前に買ったランディングネットデプスって入ってるねランディングネットがね買ったやつね送られてくるよとかね、あとはこの手のルアーの中で言うと、最大級のサイズ感があるねコードネームバス、あれなんかもねウェブメンバーになんないと手に入らないよっていうルアーだったはずなんで、ギラギラ攻撃なんかもね楽しみではあるんですけども、でんごっついね、コードネームバス、あれのね、いろいろなモデルやカラーなんかが、変えたりするよっていう、そういうね、ところもあるんで、まあ入っていてね何にもそんなところがないんですよね。まずこれがもらえる時点でだいぶもう黒字だなと。こんな釣り具屋さんでね売って買ったりしたら、この、まあ、例えばサイレントキラーはねいろいろこう皮膜がついていたりとかいろいろありますけど、4300円とかしますからね、それの半分ぐらいの金額で似たようなこういうねデプスのルアーが手に入って、それでこの後いろいろねそのウェブメンバー限定のねコンテンツ、もう現在の時点で結構第3弾か第4弾ぐらいまでかな、こういうのをウェブメンバーの皆さん買いませんかなんていうねやつも出ているんで、もういくつかね竿買ったりねなんかねしたんですけども、いやー楽しい、ウェブメンバーでございますということで、まあこういう感じのパッケージでね、こういう感じの QR コードなんかがついていたりして、デプス好きじゃなくてもこれ入ったら絶対ね、これはちょっと使い出のある、ね、ルアーじゃないですか。なんか独特のゴトゴトサウンドもあってね。いやーまあ何にしてもね待ちに待っていたルアーが届いたんで、今日はね、届いたと思ってこれ開封動画で撮っておりますが、早速ね一軍ボックスに入れてね、釣りの方にも持っていきたいと思います。どんな状況でね活躍するかなっていうね、動画で見てると結構ね下に入っていってる印象、なんか潜っていってる印象があったんで、どういうレンジを泳ぐのかなとかね、ウェイトチューンしたらどんなのかなとかね、非常に気になりますので、引き続きね実況動画の方もご期待くださいというわけで、はい、こちらデプスのウェブメンバー限定の、スイートキラーじゃないですか、スイートキラー、これがね、お家に届いて開封してみたいと、こういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。また会おうぜ。